駒川谷市駅と六感動商店街六感動商店街とは兵庫県神戸市長田区に存在する商店街である名称の由来は歩道の幅が約六軒であるということから古くより六軒という呼び名で親しまれている昭和時代後半頃までは人口の郊外流出以前であったことと沿岸部の工業が盛んであったことから連日大勢の人で賑わっており 神戸西部では最も栄えていた商店街であった。現在は最盛期とは比べ物にならないほど換算としてはいるものの2006年には全国の商店街と連携したおかげ参りの街づくりネットを結成2009年以降は神戸鉄人プロジェクトと関連させたイベントを頻繁に行ったり観光名所として訪問する価値のある施設を 複数解説するなどの積極的な町おこし政策が行われており、休日は活気に満ちている。定期的に開催されている祭りで行われている、蕎麦し大食い選手権に2009年、高橋美桜が特別出演した。震災前は、グリーンピアク感道と小子路面に人工芝を付設したり、噴水を設置したりするなど当時としては、近代的な商店街となっていた。 2007年公開の日本映画、クローズゼロのロケに使用された。映画に登場する場所にはステッカーが貼られている。ありがとうございます。